片岡です。今日はですね、クリスマスが近づいてきたということで、サンタの帽子を作ってみたいと思います。ではいつものようにですね、材料からいきましょう。これオレンジ色を練り切りが、まあオレンジ色ね、本紅色とも言いますけれども、この色大切ですよね。このオレンジ練り切りが 9g、 そして白練り切りが 14g、 中あんが 9g で、まあ、これボアになるところ、ね、帽子のボアになるところなんですけど、まあ、一応、5g ぐらい取ってありますね。これはまあ適量です。そしてですね、まあ、これあの中に、ね、あのまあ、外側が赤で中が白になるんですけれども、これはね、あのまあ、もちろん全部赤でもいいんですけれども、まあ、赤なるべく少ないようにという配慮でですね、まあ、白をね中に入れるようにしてるんですよね。まあ、あまりあの濃い色を食べたくないんじゃないかなという感じでですね、まあ、なるべくあの濃い色はね少なく使うようにしていますね。ではいきましょう。ちょっと上げますね。はい、まず、そのオレンジ練り切りでですね、白い練り切りを包みますね。まあ、半包みっていうんですけどもね、半分だけ包みますね。そして潰してですね、中あんを包みますね。包んだらですね、この閉じ口を細くしますね。まあ、こんな形にします。そしてですね、卵型でですね、下に置いて卵型でですね、見えるかな、卵型でここをねへこませますね。こんな感じでへこませます。そして三角ベラの二重線でですね、真ん中あたりを筋を入れますね。そしてへこませます。こんな感じですね。そしてですね、お水で、この筆でお水をね、こう周りにつけますね。ね、つけたらこの白い練り切りをですね、これ全部やっちゃいましょうか。全部やっちゃいましょう。ね、裏ごし器で細くこう出してですね。これを植え付けていきます。まあ、このボア植え付ける方法は、この針でも箸で取ってもどっちでもいいですよね。人によっては箸の方がやりやすい人もいるみたいです、ね、どっちでも構わないと思います。ね、バランスを見てちょっとこう足して。ね、そして最後に、てっぺんをちょっと水をつけて、はい、できました。ね、はい、これで、サンタの帽子の完成ですね。
はい、この動画更新情報がいち早く知りたい方は、読者登録を押してください。そしてですね、この動画がいいと思ったらばグッドボタンをお願いします。ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。